では、よろしくお願いします。前回にちょっと引き続き今回も、ロックスター聖クラブ東梁はショートをやっていきたいと思います。後半です、はい、よろしくお願いします。では後半戦、まずは、カルチャーサンドイッチで以前も取り上げてきた世界一仲の悪い兄弟のオアシスからちょっと行ってみたいと思います。はい、はい、カルチャーサンドイッチ、はい、お願いします、うん、で、リアムがね、178cm、うん、78cm が8cm がリアムです。で、ノエルが174cm。 それでやっぱこう身長差っていうのをなんかいろいろとリアムが言ってて、うん、ノエルのことをなんか身長、低身長シンドロームだって言ってます。また悪態ついてます、ここで。いや、うん、それはもう俺はリアム派なんで、うん、そのリアムが4センチも兄ちゃんよりもでかかったっていうのはすごく嬉しいです、うん、ああ、なるほどね。でも大してさ4センチしか変わんないけどさ、4センチはでかいよ。でかい、まあ、でかいこれぐらいだからね。いやいや、うん、あなたはさ何センチ？え、私は180センチです、うん、じゃあやろ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 、はい、そいつが言うなっつうのじゃ、うん、ちっちゃいやつのね苦しみは知らんくせにさ、はい、言うなっつうあ、そうなんだ、うん、そう出てきました。はい、マサト180センチ、はい、マサト180センチです。で、リアムは178センチっていうことでね、じゃあその枠をで言ってみましょうかね、うん、リアムね、はい、で、ここでは来ました、ロックンロールスター代表、ここでどんどん被せてっちゃうけどね。誰？ミック・ジャガー178センチ。そう、うん、そうな、うん、ここもね、かなり疑惑あります。実はキース・リチャーズがそんなでもないんだけど、うん、並んでるとね、キースの方がちょっと高いんじゃないかなっていう写真が結構多く出てるんだけど、だってもうすでにさ、うん、ソックスを股間に入れて、そうそう、大きく見せるっていう行為を、っていう行為をしてるからね、この人はちょっともう一番疑惑ありっていう感じでございます。あとは、うん、レイジャーゲンスターマシンのザック・デロランジャー、うん、あと、うん、ルー・リードだったりとか、うん、あとジェフ・ベック、うん、ジェフ・ベックとか、うん、エルヴィス・コステロとか、うん、その辺が、うん、来てます。はい、あともう、でももうマサトといえばデビッドボーイですね、最近ね。デビッドボーイもこの身長でここに入ります、うん、でもここまでだいぶ疑惑ありなんですが、178センチ。でもこれね、なんかね、いろんな実際171センチじゃないかなっていうなんか噂もあって、デビッドボーイもちっちゃく見えるね。そう、噂があって、ただボーイに関してはもうヒールありき、もうここも入れて、あ、もうそうやってもうこの人体の一部だから、もうヒールはね、なるほどなるほど、そう、それはもうこれは、まあ、はい、いいと思う、いいと思います。でも178センチ、もうミックジャガーも178センチで、うん、まあいいんじゃないかなと。必ずサングラスは外さないあのミュージシャンとか、そう、そう、必ずこのヒールは脱がないっていうあのミュージシャンとか、そう、だからもう178センチ、うん、乗った時はもうヒール入ってんだから、うん、それはもういいと思います。いいよ、はい、うん、で、まあちょっとこう また違う枠で日本を代表する大物タレント、うん、マツコ・デラックスさんもこの身長なんだよね。マツコ・デラックス、うん、だあの人あそこあって178だって結構でかいよね。あったらね、いや、まあでかいよね、ね、横も縦もあったらね、うん、はい、まあ、そういう感じでございます、うん、で、次、ノエルと一緒の174センチ枠、うん、はい、行ってみたいと思います。これはね、もう我らをとか我らとかもう大好きな河本ひろとさん174センチです。でもこのひろとに関しては、うん、僕は会ったことあるじゃん、ひろとにさ。あ、そうなん、うん、うん、うん、ライブとかで見に行ってるから、うん、あ、いやいや、会ったっていう見ただけよね。会ってるじゃん。でも前からあれだよ、前から1回前から2番目とか1番目とかあるからね。それは見ただけやん。でもこの本当この距離だよ、手伸ばして。いや、うん、それは、うん、だけど観客、うん、まあまあまあ、飲んだ席で会ったことあると。まあ、もうこの間言ったけど夢で飲んでる。あ、夢でね。そう、あ、いいよ。そう、会ったことある。あった、あ、あります。あ、じゃん、あ、あったね。あった、あったよね。あった、ありました。うん、で、うん、でもライブで見るとめちゃくちゃもっとでかく見えるんだよね。やっぱ、うん、細いし、うん、なんか本当こうもっと大きく見えますかなり、ヒロトさん。そうだね。はい。だってその自分の理想の身長とか体重とか、うんうんうん、そのに見えてしまうもんね。そう、憧れの人はね。うん、でここも意外なんだけど、うん、ヒロトといえばマーシー、うん、171センチなんだよね。マーシー、そう、ジョニーよりちょっとちっちゃい。これも、うん、結構、うん、マーシー大きく見える。
ステージだった。まあマーシーはね、いつも、うん、そうなあ、そうそう、マーシーはいつもねマーチン履いてるのね、で、うん、でソールが高いマーチン履いてるから実はステージで見るともうちょっとやっぱ、うん、結構こう高く感じて、そこがねブーツ、まあ、これもデビッド・ボイドね、うん、コミネの、そうそうそう、うん、なんか感じなのかな。171cm、うん、であと浅井健一さん、おでもなんかね、あ、そうなのね、お会いされてるから、多分そこはほとんどお会いされてるから、それぐらいな感じで、うん、わかんない。浅井健一さんとか腕相撲したけどね。あ、あマジで、うん、すごいね、うん、あとはボブ・ディラン、あとエド・シーラン、あとここで来ました、またあ、これそうだね、うん、キース・リチャーズ、はい、はい、はい、でもここ嬉しいよね、キースとヒロとなんか同じ身長っていうのはね、うん、ここはかなり、あとそう、うん、ヒロとトーマと一緒、あのここすぎやっぱすごいよね、うん、ジョー・ストラーマーもここ、あと僕はもうちっちゃい時から大好きだ、ジャッキー・チェンもここ、やっぱりだヒーローはジャッキー・チェンは162やろ、172俺的にはジャッキー・チェンももしかしたら殺傷してるかもしれないけどね、うん、まあでも174枠はなかなかのスーパースターが、ロックスターとかスターが、だやっぱそうなのね、バランスが一番いいちゃうね、いいだろうね、本当と思うね、うん、でまあまあここでちょっと下がっていく中で、まあ自分たちもまあやっていった中で、釜石さんとかも170cmだった、うん、あとまあもう自分がもうリスペクトしてやまない、うん、三浦淳さんとかは169cmっていうふうに言われてます。まあまあ淳さんはミュージシャンでもないけど、ね、いやミュージシャンだよあの人。あ、そうなの、うん、あの人だって、うん、あの大島渚バンドっていうバンド部分でイカ天で勝手にやっとうだけやろ。いや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 、売れてないよ。売れてるよ、売れとと、うん、イカ天出て、うん、あの通ってますから。あ、はい、でさらにそこからちょっと低い枠があるんですよね、うん、はい、もうこれはもう本当に、まあ、大好きな、はい、イギーポップ。あ、ちょっとちょっとちっちゃくて分かりやすいね、ちょっとちっちゃくのイギーポップもうちっちゃい168です。でも噂では171とかなんかそういう噂も、でも、うん、168なのかな。であとまあ出てきましたフリー、フリーこの178です。170 168です。168、はい、の枠です。フリーもでっかく見える、ね、そう、たださっき言ったここにさ出てきますけどアンソニー、うん、これさこうなるとちょっと実際違うから、うん、アンソニーは、うん、ちょっとこう、並んだでもね、一緒の写真ちょっとボンって出しますけど、うん、そんなないんじゃないかなっていう、ここで疑惑がちょっと晴れるぐらい、うん、フリーは結構人間的、性格的にはっきりもの、ね、うん、なんか言いそうだけど、うん、アンソニーはちょっとここは怪しいんじゃないかっていう、なんかね、詐称がここで、ね、あるかな、あるかな、まあでもね、ロックスターの詐称をどんどんしていきましょう、うん、はい、はい、で、フリー枠でやっぱりね、よくちっちゃいって見られるのは、あと、もうね、よくでもスターが多いんだよね、また男前が多い、ブライアン・ジョーンズ、ブライアン・ジョーンズ、うん、あと本当もう大スター、ジェームス・ブラウン、うんうん、それからもう日本を代表するロックスター、うん、京志郎、今川京志郎さんも、うん、この168cm 枠に入ってます、うん、だなんかでもさ、やっぱこう小さいけどさ、うん、あの例えばジャニーズとかもそうだけど、これぐらいの身長の人たち男前多いよね、顔が。そうなのかな、あでもそれはね、うん、すごい芸能人とかさ顔のさ、うん、あの小さくてさ身長小さいけど、うん、でもすごいかっこいい人たちがめちゃくちゃ多い気がするから、うん、なんかそんな感覚はあるかなと思うんだよね、うん、あと、ま、この辺でもうちょっと小さいんだけど、まあ、有名なブルーノワーズであったりとか、うん、まあ、165cm ね、あとプリンスブルーノワーズ、ブルーノワーズってもう世界的に今もう世界のワールドツアーで一番、まあ、お金稼げるって言われるぐらいのミュージシャンがいるんだけど、もう165cm で、で、あと宮本さん、エレカシの宮本さんは170cm、まあ、これぐらいだよね、あとプリンスさんも157cm とか、うん、でもみんななん か, か, なんか男前が勢ぞろいしてる、うん、ではあの最後ラストに、うん、花の180cm 枠、お、花の180cm 枠、おー、はい、マサと同じ身長のね、はい、行、はいはい、ってみたいと思います。もう、はい、マサと一緒の同じ身長、はい、ジョン・レノン来ました、はい、ジョン・レノン来ました。この人こんなでかいって、はい、でかいよ。でもジョン・レノンはでかく見えるけどね、俺は別に見えなかった。あ、そう、うん、大きく見えたの、174ぐらい、で、またここでもほら、うん、ポール・マッカートニー、いい写真見つけてきましたよ、ポール・マッカートニーも。もうここ、ほら、スター枠のね、180、そう、ジョンとポール、この辺で、で、あとやっぱりこの辺は例えば有名なところだったポール・ウェーラーとか、ジム・モリソン、ジム・モリソン、あと、レイジのトム・モレロとか、
ジミページとか、うん、ジミ編もそうなんだよね。へあとちょっとマサトバックでライオンのミッチ濃いのねそう昔よく似てるって言われた、うん、そうあとよくねあのベルベットとか見てアンディ・オーホルもここの枠でございます。 あと、まあ、有名とかかっこいいところやっぱかっこいいのも来ますね。ブラッド・ピットも、ああブラッド・ピット、ブラッド・ピット枠鼻の感じブラッド・ピット枠。あともう、まあ、古いけど売れたもんね。売れた。あともう俳優さんで言ったらミスター・ビーン、やっぱこの人も意外とでかいでやっぱ日本人の枠もなかなかこれがすごくて、うん、矢沢永吉さん、はい、とあともうね、うん、もう九州代表でねこの間ちょっと亡くなりになった本当相川さん、相川さん、相川さん180、いやでももっとでっかく見えない、見えるね。それこそあのステージ上でお会いしたことあるんだけど、うん、あの見に行っただけなんだよ。なんかめちゃくちゃでかく見えた、見えるね。でめちゃくちゃかっこいいし、うん、あの人もスタイルがいいから余計そうなんですね。そうだよね、うん、でまああとまあカルチャーさんと言いますか、ね、日本は、はい、入っております。はい、これがね、はい、これがね本当に、いやありがとうございます。でもなんか改めてさ、あのやっぱ俺はビートルズが嫌いなんだなと思った、うん、ビートルズ嫌いなの、うん、西山さんってじゃん今回あのビートルズ嫌いな人って珍しいよね。今回音楽ロック好きでね、うん、うん、ポールも、うん、誰だっけ、ポールマカルネノンも、うんうん、その揃って180センチっていうのを聞いて、うんうんうん、改めてもうビートルズ聞かんめと思いました。そんな人多分いないよなんかただねこれは、うん、やっぱでかい上位、うん、これを超えてくる人がちょっと一人一人いた、ロックスターでいたんです。これ誰だと思う、当てようかな、あじゃあ当てよう、全然思いつかない、うん、ロックスターよね、ロックスターです、もうロックスターです、プロレスとかじゃないです、もうロックスターです、ロックスター、ね、ロックスターです。もうジャンルは何、あじゃあグランジです、グランジ、はい、言っちゃうと分かるかなと思うんですね。いや全然分からんし、うん、面白いことも思いつかんし面白いこと言ってる、はい行きます、はい、分かりません、はい、ニルヴァーナのクリス、いや分かるわけないやん、そんな2m1cm、クリス、だ多分カート・コバンが小さく見えるのは、うん、だってデーブ・グロールだってさ183cm あるけど、うんうん、ニルヴァーナなんでとすごい小さく見えたのは、うん、もうクリスがでかかったからなんだよね、うん、もうこれ誰だ、えこれニルヴァーナ の、うん、のベースの人よ、あ、うん、はい、めっちゃそんな感じですね、はい、今日は一応ねこうロックスター性クラブ、うん、トール&ショートで、うんやってきましたけど、なんかでも面白いと思います。本当に本当さっきさあのさ打ち始めてきたちょっと退屈だけどって言ってたけど大丈夫、いやいやそれはだめ俺の主観主観よね、本当にそれについてから、うん、その、うん、退屈ってなんだよっていうマスターは大丈夫だってそれはそうだよ一生懸命やってきてんだよはい、では本日はこんな感じで終わりたいと思います。